ひろし、神の子、いた子の子、親父の霊言インチキだ。はい、どうも、ひろしです。はい、今日はですね、何について話していくかと言いますと、はい、こちら、週刊新潮なんですね。これに、ちょっと私に関連する記事が出てたということで、ちょっとこちらの方を読んでいきたいと思います。幸福の科学、清水文香、初主演映画化、満員御礼のからくり。先日の文春さんに引き続きましてね、こちらの新潮さんの方でもね、記事が出たということで、なんかちょっと僕の名前も出てるみたいなんで、ちょっと、それについて読んでいきたいかなと思います。抜粋しながら読みますね。幸福の科学の大川総裁は赤の他人になりきって好き勝手喋る。霊言と映画制作が18番。現在出家した女優、千言よし子こと清水文香の出家後初主演作となる映画が公開されている。劇場はほぼ満員状態なのだが、やはりそこにはからくりがあるという。ああ、なるほどね。この映画についての話が書かれてますね。まあちょっと内容全部読んじゃうとあれなんですけれども、幸福の科学の映画が毎年やってると思うんですけれども、まあ軒並みね、なんかランキングとかでは1位とかなんか3位とかわかんないですけど、まあ上の方に乗ってくるっていう。で、朝のニュースとかでなんかそのランキングに一応入ってはいるんだけど、番組のキャスターの人とかはもう入ってるのにそこには一切触れないようにするっていうね、謎の時間帯があると思うんですが、だからなんでその幸福の科学の映画がランキング上位に入るかっていうことについて詳しく書かれてますね。見出しでこのぐるぐる回転菩薩っていうのがまあ出てくるんですけど、これについても触れていこうかなと思うんですが、まあ、要するにどういうことが行われてるかと言いますと、簡単に言うとまあ信者さんがまあチケットを先に買ってるんですよ、前売り券って言って。でその買った前売り券をまあ配ってるんですよね、これ見に行ってっつって。だからもしかしたら近くに知り合いの信者さんとかいらっしゃる方はそうやってもらったこととかも結構あると思うんですよ。あれは先に信者さんがお金を出して全部チケットを買っちゃってるから、まあ、絶対に赤字にならないっていう、まあ、そういう仕組みを作ってるんですよね。まあ最近でよくやってるみたいなのはムビチケとかで先にそのチケットをまあ予約して買っちゃって、まあ、ネットから席を抑えてるんですけども、実際映画館とか行ってみるとチケットは売れてるようにその表示はされてるんですけれども、まあ、満員ってなってるんですけども、実際中に行ったらもう人がほとんどいないみたいな状態が結構多いみたいですね。僕が前回主演をやらせてもらったさらば青春されど青春っていう映画があるんですけども、まあ、あれもね、まあ、一応僕が主演をやらせていただいたということで、まあ、友達が見に行ってくれたんですよ。で、まあ、それでちょっと連絡をもらって、その後におい、ヒロシっつって、全部その席埋まってたから一番前の席の端っこしか空いてなかったと。でまあその友達は彼女と二人でそれを見たらしいんですけど、もう一番前のもう端っこの席 でスクリーンこの辺にあるのなんかもうこうやってこんな感じでずっと2時間見てて本当に体がきつかったって言ってたんですけど、でも実際はもう本当に映画館の中にはまあその2人とあともう本当に 2,3 人ぐらいしかお客さんいなかったと。だからまあその友達に言われたのは、おいヒロシ、ああいうことはやっちゃダメだよっつって、本当に見に来てるお客さんに対してそれってすごく失礼だしみたいな。まあだから結局何をやってるかっていうと、数字を作りたいからお金を出してそれを投資して買ってるっていうことですよね。動員数1位とかなんかそういう記録を作るために、まあ信者さんにチケットを買わせて、でまあその記録っていうのはどんどん樹立していくっていうか、まあそういうことを劉邦がやりたいからそういう指示を出してるんですよね。だから実際にはお客さんは全然入ってなくて、信者さんの一部しか見てなくて、信者さん以外の方はほとんど見てないんだけれども、記録だけは残ると。劉邦は本当にだからそういう記録とか1位とかそういう、ね、数字にかかることには本当に敏感と言いますか、そういうのすごく大好きなので、だからその記録を作るために今投資をしてるっていう、まあこれは一つの経営方針ですね。幸福の科学の映画ってもう20何年前とかからやってますけれども、まあこのやり方っていうのはずーっと昔からやってきたことだったので、まあ今に始まったことじゃないと言いますか。でこのぐるぐる回転菩薩っていう表現が出てるんですけれども、まあ今だったらそのムビチケとかがあってネットから予約ができるようになってるんですけれども、まだそういうシステムがない時代とかは、実際に信者さんが劇場に行ってチケットをまあ切って一回中に入って10分ぐらいしたら出てきて、でまた次の回にもう一回入ってみたいなことをずっと繰り返すみたいな。でこれをぐるぐる回転菩薩って言ってますけれども、まあそういうことをやってた時期がまあ今もやってると思いますけどもありますね。昔の黄金の法ってやつですね、2004年とかだったかな確か、まあ、その時とかに一番それをやったみたいなんですけれども、まあちょっとあまりにも信者さんからもちょっと評判が悪かったということで、それ以降は抑えたは抑えたみたいなんですけれども、やっぱりこれはどこの支部で今でもやってるみたいですね。僕も関わった作品は、まあ、2009年のブッダ最短とか、あとは2017年の君の眼差し、まあ、この2つの作品については僕も関わりましたけども、動員のこととかもまあいろいろ打ち合わせするんですけど、僕それやめてくれって言ったんですよ。映画っていうのは
のはそもそもなんでやってるかっていうと、伝道っていった教団の PR のためにやってるんだから、信者さんだけしか見ないんだったらそれは意味がないでしょうと、信者さんじゃない一般の方に見てもらうために映画はわざわざ外の会場を借りてやってるんだから、そこでまあそういうことをやっちゃったら本末転倒になっちゃうから、もうそういうのはもうやめさせた方がいいっていうふうに僕は言ったんですよ。内容とかもやっぱりそこに関わってくるんですけれども、特にブッダ祭壇っていう作品の時とかもう台本を全部書き換えたりとかしたんですけれども、あのうちわネタっていうか教団の内部の人しかわからないような用語とかがすごい連発してるような内容だったので、まあこれ初めて見た人わかんないでしょっつって、だからそのうちわネタをやるんだったらわざわざその外部の映画館に高いお金配給料払ってやるっていうのはもう本当に全くもってお金の無駄だから、映画館でかけるんじゃなくてその支部ですね、航空の科学 の自前の支部とかで DVD を配って、それで信者さんだけでそれは見ればいいでしょっていうことをずっと言ってたんで、だから僕は専門用語っていうか海内用語ですね、そういったことはもう映画の作品の中にはもう極力入れないようにっていうのはまあ僕は頑張ってそれをやってたんですけども、ただそれを抜きすぎちゃうと劉邦がそれ怒るんで、こんなん金出せねえよって言って、まあ、そこのせめぎ合いっていうのが結構辛いところで、ブッダ祭壇も君の眼差しもやっぱりある程度教義の教えをダイレクトに入れなきゃいけない部分があったんで、そこがやっぱり作品の、ね、クオリティを下げることになってしまってたと思うので、そこに関しては結構僕もかなり苦しかったところではあるんですが、まあ、映画館で描けるんだったらちゃんと初めて僕の科学っていうのを知った人向けに内容を作るべきじゃないかってことは僕は劉邦に何度も言ってたんですけど、やっぱり彼はどうしてもそのいやこうじゃなきゃならないんだみたいな、まあ、素材そのもので勝負するんだみたいなことを言ってたんで、だからもうそれじゃあやっぱもう映画ってもう芸術作品なんだから、やっぱそれじゃあ芸術は成り立たないよっていう、まあこの談義をね延々ともう何十回もしたんですけども、やっぱり結局そこに対しての理解は彼は持ってくれなかったので、まあだから今回のやってるこの映画とかも僕も台本読んでるから内容知ってるんですけども、まあかなりマニアックというか航空の科学の信者さんじゃないとあの全く内容がわからないような作品になっていると思います。はい、なのでこのぐるぐる回転摩擦っていうのは、まあ信者さんがそうやってあの何回も、実際はあのお客さんが入ってないのに入ってるように見せかけるために、まあ記録を作るためにやってる、まあそれをぐるぐる回転菩薩という表現をしてるわけですね。まあだからこれも結局お金の持ち出しになっちゃうんで、教団の PR っていう根本的な目的は達成されてないわけですよね。だからこれも本当に正直言うとお金をドブに捨ててるだけになってしまってるので、まあこれもいつまでやるのっていう議論はあると思いますね。政治と一緒ですね。あの実現党とかも結局もう結果見えてるわけだから、まあどこまでそこにお金使うのっていう話はあるので、まあ聞いた話によるともうなんか何十本も先の映画の台本をね劉邦が書いてるらしいんですけども、いつまでそれも持つのかなっていう話ですね。まあ映画だったらもう数億とかでできちゃうからもうしばらくはできるのかもしれないですけれども、ただね今回こうやって記事になりましたけども、まあ実際お客さんが入ってなくてもうあの信者さんがもう何回も回転してチケットを切ってるとか、ムビチケで全部抑えちゃって実際には観客が入ってないとか、まあこういうことが実際配給会社さんとかがどうなのかな、知ってるのかな、わかんないんですけれども、このいう状態はずっと続くと思うので、それをもってして実際に上映を続けるかどうかっていうのは今後何か判断があるんじゃないかなと思います。であのちょっと前になんか聞いた話だと、その航空の科学の映画がかかってる時は劇場の売店で物販が全然売れなくて困るっていう話をツイッターかなんかで聞いたんですけれども、あの実際に人が来てないからドリンクとかフードとかが売れないらしいんですよ。だからそういった意味では結構劇場単体にとってはかなり打撃が出るみたいで、それがすごく困ってるみたいな話もありますけれども、まあだから、まあ、一つ言うとすれば僕は一映画ファンとして、まあ、映画をバカにすんなよっていうことは言いたいですね。だからもう、まあ、劉邦おめえのその自己満のために映画を使うなよっていうか芸術をバカにすんなよっていうのは僕は強く思いますね。結局だからそのなんて言ったらいいんですかね、あの内容も全部劉邦の自己満なんで、見ても何の得るものもないし感動もしないし、映画館だってやっぱり数が限られてるわけだから、もっといい作品を作ってこの作品を上映したいって思ってる人とかもいるわけですよ。そういうクリエイターたちの作品の発表の場をこんなクソくだらないことで奪っちゃってるっていう、まあ、そういうのが僕はちょっと個人的には腹立たしいかなと言いますか、お金は入ってくるかもしれないけども、そこに精神的な価値があるかどうかっていうのはこれは僕は甚だ疑問なので、だからやっぱり本当にいい作品といいますか世の中にとって意味がある作品を僕はあの劇場では上映されるべきだなと思いますので、劉邦の自己満っていうのはなるべく早く僕はやめた方がいいんじゃないかなと。やるんだったらもう支部でやれよっていう話ですよ。どうせ信者さんしか見ないんだから、一般の人を誘ってくる気もないんだから、だって
ったらもうその映画館っていう場所は本当に自分の作品を上映したいクリエイターの方に明け渡すべきであって、作って上映してもいいけど、それは支部でやってくれっていう話ですよね。っていうことは僕は強く思いますね。はい。ということで、まあこれがね、週刊新潮さんの記事のぐるぐる菩薩っていうことについての、まあ実際のところっていう話でしたね。まあこれはまあ客観的な事実で、この記事読みましたけど、まあかなり信憑性は高いと思います。これは実際に二十何年前からやってることですので、なので一応こういうことは実際に行われてますということは、まあ知っておいていただければまあいいかなと思います。はい、ということで今日はですね、週刊新潮さんの記事についてということでお話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンをぜひお願いいたします。ヒロシでした。ありがとうございます。